こんにちは、萌です。今回はですね、コメントをいただきました。粘土でフィギュアを作るとき、目を塗るときですね、絵の具で塗るとき、どうしてもうまくいかないんですけど、どうしてますかっていう質問をいただいたので、そちらに、お答えしたいと思います。で、今回ちょうどですね、ベイビーヨーダの顔を作ってたので、そちらを見てもらえたらなと思います。で、使う絵の具はですね、普通のアクリル絵の具なんですが、今回はゴールデンのアクリル絵の具を使っていきたいと思います。で、今回はですね、私は色素粘土でこのヨーダの顔を作ったんですけど、目玉、いつも私は目玉をまん丸の玉を作って、それをね、埋め込んでます。で、今回はですね、真っ白、今白いところに黒い、色塗ってるのがわかると思うんですけど、今回は白いまま入れ込みました。ただ、これをですね、目の玉をもうそのまま単体で塗ってしまってから入れるっていうこともあります。もしかしたらね、そっちの方が綺麗に塗れるのかなとは思うんですけど、この目を入れ込んでからまぶたを付け足したりとかですね、このシワを付け足したりとかすると、どうしてもその目玉にこの粘土とかがくっついちゃったりするので、なかなかね、綺麗にならないので、今回は、こうやって真っ白い部分からこうはめ込んだ状態で塗ってるんですけど、やっぱこれも塗りにくいですよね。で、私はいつも使っている筆はですね、この細めの筆、ラウンド筆を使います。で、細くてちゃんと先の方が整えられる、きれいめのボサボサになっていない筆を使います。で、とりあえず一旦黒で一度塗りをしました。で、ここから細かいとこ塗っていこうと思うんですけど、まず黒い目の周りの茶色いとこがね、ヨーダはあって、これね、ほんの少しなんですけどあったので、その茶色いとこも作っていきます。別にこれ茶色先に塗って黒い目の玉塗ってもいいんですけど、すいません、ちょっと画角から外れてて見にくいかと思うんですが、周りの方をですね、ちょっとグラデーションにしながら塗っております。で、これもなるべく周り塗り直せばいいんですけど、なるべくつかないように目の玉だけ塗るように、小筆で、小さい筆で塗っていきます。で、私がさっきこの目の玉だけ先に塗っちゃえばいいって言ったんですけど、その場合はですね、もうあのニスとかコーティングもしっかりするところまでやってから、ツルツルにしてから入れた方がいいと思います。そうすると粘土がついても綺麗に拭けたりですね、この色が、色塗るときについちゃってもちょっと拭けば取れたりとかするので、そっちの方がいいかなと思います。ただこの目のね、なんて言うんだろう、この瞳の部分、丸いところとか光を当ててる部分とかがちゃんとこう向きが合ってないと、しっかりと向きを調節して目の玉をグッと入れ込まないと変な方向向いてたりみたいなことになるので、そこだけ気をつけた方がいいと思います。で、今回は入れ込んでから塗るっていうことで塗っていますが、ここもですね、ちょっと微妙な茶色すぎて映像、この画像ではわからないかもしれないんですけど、若干周りをですね、ちょっと焦げ茶っぽい感じにしています。ちょっと光の加減でわかりますかね。で、これもグラデーションにしていくんですけど、このヨーダの目がかなり黒目がちなので、ちょっとね、普通の人間の目みたいな、ちょっと白い部分とかがほとんどないので、ちょっと特徴的な感じかなと思うんですけど、ここから黒い部分を足していきます。真ん中の瞳の部分ですね。で、これ足す時にしっかりと角度を決めていないと、ちょっとずれていたらこう変なと方向向いてたりとか、寄り目になりすぎたりとか、逆にちょっと離れ目になりすぎたりとかっていうことがあるので、しっかりとどの方向を向かせたいかっていうのを考えて黒目の部分を描いていくといいと思います。で、もし変になったなと思ったら、もう一度周りの茶色いとことかを描き足して、もう一回描くっていう、描き直せるので、そこは焦らなくてもいいと思います。
ただこの丸もですね、しっかりまん丸に書かないと変な感じになるので、例えばまん丸の丸が全部見えていない場合、まぶたとかに隠れてる場合はですね、それもちゃんと計算してどれぐらいの大きさなのかっていうのを考えてですね、丸の形を描いていってください。で、左右対称になるように綺麗に描いて、この縁の部分もですね、そのフィギュアによると思いますが、しっかりと白いところというか、この塗り残しがないようにしっかり塗っていきます。で、焦らずにゆっくり手を固定して描くと、手のね、震えもなかなか抑えられると思います。こんな感じですね。で、これもですね、重ね塗りするとき、グラデーションするときは普通の絵を描くみたいに乾く前にさささっと混ぜていかないといけないんですけど、何回か重ね塗りをするとき、2度塗り3度塗りするときはですね、しっかり乾かしてから塗ってください。そうしないとですね、せっかくその前に塗っていたところが半乾きの上に筆をざっと動かしてしまうと剥がれてしまったりするので気をつけてください。しっかりね、塗っていきます。結構色素粘土水分を吸い取るので乾くのも早いですね。こんな感じです。で、ここで、まあ、白目の部分があれば白いところもちょっと足したりとか、あと色がついてたらね、色をつけたり、ちょっと光彩の部分、ちょっとうにゃうにゃしてるところも細い線で描いたりとかするとリアルになると思います。そして白いこの点をですね、これを描くと描かないとではまた目のキラキラ感が変わるので、これもぜひキラッとさせたい場合はね、つけてください。で、これも1回でのせられる場合はいいんですが、薄くなったらですね、何回か重ね塗りをしてください。その時も、乾いてからやるといいと思います。こんな感じですね。いかがでしょうか。可愛らしいヨーダの顔ができたと思います。ちなみにベイビーヨーダですね、この体と全部ですね、作ってる動画もまた出したいと思うので楽しみにしておいてください。はい、ということで今回はですね、フィギュアの目の色の塗り方を紹介しました。また何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。